はい、ヒルビル法則 M キャストのマコネです。実はこの日、今日は6月4日、6月4日の日曜日、今5時ちょうどぐらいですね。はい、今日は、三島里祭り、違う、越路、じゃ違う、越後三島、里祭りで、歌うステージライブをする日なんです。はい。まあ、前回、おじやでステージライブしたときは朝ね、早めに来て、まあ、全力で発声練習したんですけども、今回は、前回と比べて、ちょっとね、出発する時間が、現地に行く時間がね、ちょっと遅いので、2時間ぐらい遅いので、そう、今日は帰りに歌いながら、帰って発声練習をし、今日歌うダンスイングヒーローのキーを最終的に確認して、家に帰ろうと思ってます。まあ、なので、わざわざ声を痛めるようなリスクがある朝からでかい声を出すってことはないです。はい。まあ、その前に、今日は、そう、今日収録の模様をまたね、最後まで、お話ししたいなと、収録してるその動画も含めて、ポッドキャストに載っけたいなと思うんで、まあ、その朝の、状況をちょっとお話したいと思います。今日はね、ものすごく天気が良くて、外も真っ青でね、さすが晴れ女よ、私は。私が本当に何かしようって時は、大抵天気いいからね。そう。あんま雨っていうことは今までないな。うん。だからまあ、すごい天気のいい中、最高のライブ日和なんですけども、ずっとね、1時半から、1時からって聞いたんだけど、トイレは1時半からみたいで、ステージライブの、うちのね、プロデューサーの彼女の、ダンスチームの、中の一人として歌うんですが、まあ、今回はね、何チーム、何団体がどれくらい入れてるかとかちょっとわかんないの、言ってみなきゃわかんないんだけど、どっちにしても、そのプロデューサーのチームの中では一番手なので、その後ね、に続く人たちに迷惑かけないように、もう勢い、弾みをつけるような感じの精一杯のパフォーマンスをしていきたいと思ってます。そう、うん。きっとね、今日天気もいいし、暑くはないのにちょっと風がね、いい感じ吹いてて、いい時間になると思ってます。そう。ただね、いくつか不安要素があって、そう、今日何着て歌おうかなとか、そう、昨日はね、ちょっと髪切ってきたんだけど、まあ髪は切ったと。そう、美容室も行ったと。そう、まあね、遠くから見る人たちばっかだから、まあネイルサロンに行く必要はない。私にまあネイルサロンって数えるぐらいしか行ったことないけど、まあちょっと、普段つけないようなマニキュアを塗っていこうかなと。ちょっとね、遠くからでも目立つような色にしました。はい。マニキュア塗っていこうかなと。そう。で、うん、まあ、バッチリメイクし、何を着ていこうかな。そう、うん、ちょっとね、目立つような服がいいかなと思うんだけど、深夜のうちに服を出しておこうかなと、洋服出していこうかなと思ったんだけど、ちょっとね、バタバタ、ツイッターいじってたら、あんまこんなお時間になっちゃって、そう。まあ、まだ出しない。だからまあ、ちょっとお掃除しながら、これからね、お掃除の仕事なんでお掃除しながら、今日何着ようかなって。まあでも大体ね、頭の中にイメージあって、まあ決まってるからまあ、それを変えてきてみて、まあそれでいいかどうか確認してっていうふうにしようかな。うん。で、まあ、行くんだけど、一つ大問題があってさ、おとといね、もっきりしてるときに、お話聞いたんだけど、まあ、その、プロデューサーの彼女が来てくれたからね、聞いたんだけど、もともとは、ダンスチームの、ダンスイングヒーローを歌ってるチームの、踊ってるチームの、ダンスイングヒーローのその、中で私が歌のところだけ歌うっていう感じだったの。だから、バックか、まあ、後ろか前かで、後ろか前か別のところかで、みんながダンス歌ってるダンシングヒーローを踊ってる時に、私がそれに被せて、ダンシングヒーローを歌うっていう感じだったんだけど、それがね、なぜかその、ダンシングヒーローを歌うチームが、ちょっとね、出演しないってことで、結局、ソロで、
ダンシングヒーローを歌うことになったの。で、フランダンスのチームのお姉さんたちが、まあ、ダンシングヒーロー一緒に、踊ってくれるっていう話なんだけど、まあね、ダンシングヒーローもさ、あの、付け焼き場でね、すぐ踊れるような踊りでもないからさ、うん。そう、まあ、バズリーダンスをしようと思ったら思ってたんだけど、普通のダンシングヒーローだって、まあね、ちょっと手の真似ぐらいだったらできるかもしれないけど、ね、ガチで踊ろうと思うとなかなか面倒じゃん。そう、まあ、それで、まあ、結果的に一人なのかな。一人だとさ、まあね、歌詞カードを持ちながらさ、歌ってるっていうわけにもいかないと思うの。なかなかね、歌詞がさ、パッて覚えられなくて、ちょっとね、苦戦してるんだけど、まあ、それもちょっとお仕事しながら、もう一回頭の中に何度もリロードして、刷り込んでいきたいと思っています。そう、まあでも、まあ、音声を収録するふりをしながら、歌詞カードを持って歌ってても、まあまあまあ、問題ないだろうと思うから、うん。そう。まあそんな感じでやっていきたいと思います。そんなわけで、ここからはですね、収録中の模様、もしくは、収録直前の、現地の情報、今日なんかをちょっとね、リポートしながら、していきたいと思います。まずはここまで。また、後で。マイク誰か持ってません？ありがとうございます。はい、お願いします。もしもし、聞こえますか？こんな天気がいい日にこんなど真ん中で歌える最高なんだけど、みんな私の顔見えますか？見える人、とりあえず私のネックレス見てくれない？これね、ここ来てからネックレス作ってもらったんだけど、今日はね、藤田工房さんとバケットさんに協力してもらって、素敵なネックレスを作ってもらいました。藤田工房さんとバケットさんに拍手をお願いします。で、私はポッドキャストで YouTube で配信してる YouTuber なんですけども、これはね、配信をしてるんですが、歌詞カードでもあるんで、ちょっと今日は勘弁してください。そんなわけで今日は、歌います。見えますか？後ろから見えますか？こっち見て歌った方がいい？どっちか立って歌った方がいい？あ、ぐるぐる回れ。あ、わかりました。ぐるぐる回ります。そんなわけでミュージックお願いします。手拍子、みんな手拍子。愛してるよなんて誘ってもくれない、キャンドルライトが素敵な夜よ、ガラスの靴なら星屑に変えて、真夜中のメリーゴーラン飛んでみたいのよ、今夜だけでも死んでやばい。 Do you wanna dance tonight? ロマンティックをさて、 Do you wanna hold me time? よかった、歌詞間違ってないよ。あれ、ちょっと歌い間違ったかな。拍手がだんだん小さくなってきたよ。君が好きだなんて抱きしめてもくれない、不思議色のムーンライト行きたいの、飛ばすの誘惑のレーザー、二人だけのパラダイス飛んでみたいのよ、今夜だけでも死んでやばい。 Do you wanna dance tonight? 熱いビートをさて、 Do you wanna hold me?
絶版コールの死ねやばい自分に出せない夢の扉を開いて Do you wanna hold me tight そこのカメラ私撮ってますじゃあここでそうビールのため息夜空にこぼしてステップ踏むエンジェル飛んでいっていいの今夜だけでもシンデレラボーイ Do you wanna dance tonight? ロマンティックをさらって Do you wanna hold me tight? ドイツのハート赤く火花散らしてもっともっともっと熱く熱いビートを鳴らして Do you wanna hold me down? ありがとうさあ次はもうちょっと練習していきますからねはい、6月4日の当日の様子でした。5分少々だったんですけど、いかがでしたか？私は今日はね、この収録は6月12日の月曜日にやってます。つまり1週間後なんですけども、まあ、ぶっちゃけね、怖くて自分で聞くのが怖くて、ずっともうこの、編集というか、動画作らなきゃいけないって時までずっと放置してたんです。そうで、全部聞くのはさすがにまだ無理で、まあ、実際に出演した部分だけカットするのに、まあ多少聞くじゃないですか。あまりにも残念な感じすぎて、しょぼーんとしてます。まあでもね、そう、まあもともと、うまいわけじゃないのはよくわかってたし、まあ、場を盛り上げるという意味では盛り上げることができたんだろうと思っています。そう。まあ、幸いこの先も7月30日で8月15日に、あとステージでね、また同じ恋チューンじゃなくて、ダンシングヒーローを歌うんですけども、このダンシングヒーローね、いやー、ねえ。そう。まあね。まあ、ちょっと愚痴でだけ言わせてもらうと、せめてさ、この時は、スマホから、Bluetooth でスピーカーのある、ラジカセに飛ばして、ラジカセにマイクを近づけて音声を流してたんだけど、なんだろう。音量が低くてさ、自分がどこ歌ってるかも全然わかんなくなっちゃったのよ。で、まあ、なんだろう。まあ、音声用意しとけってなったら、おい、用意しとくけどさ、みたいな感じでさ、まあ、音声用意しとけって言われてるわけでもなく、まあ、当日その場でこれでいいよね、みたいな感じは、ちょっと私は辛かったな。そんなわけで、次は、CD を焼いて、今更 CD って思うんだけどね、USB でいいじゃんって思うんだけど、まあ、CD が無難だということなんで、まあね、無難なのかな。まあ、次は CD を用意しようと思ってるんですが、まあ、7月30日と8月15日は、7月30日はちょっとよくわかんないんですけど、まだ聞いてないんですけども、8月15日は、同じ三島の夏祭りなんですよ。で、三島の夏祭りはめちゃくちゃ盛り上がるんですよね。だからどうしても出たいって言ったら、じゃあ、恋チューンの歌詞を、恋チューンじゃないや、ダンシングヒーローの歌詞をしっかり覚えるか、覚えてダンスもできるようになるってことが条件って言われてしまって、まあ、それで、思いっきりしながら、先週からダンスの練習をちょっとずつ始めてるんですけど、まあ、まあ、ダンス自体は、そんなに、いや、でも一番最初の、なんだろう、
チャッチャッチャララチャッチャッチャラ、え、違うな。最初の、いや、2番目のステップが、ちょっとね、私、骨格が硬いのかな、体が重いのか、重心が悪いかわかんないけど、ちょっとね、うまくできないぐらいな感じで、あとはまあ、なんとかなるかなって思っています。そう。踏んで、まあ、そんなわけで、今ね、画面に出てるのは、これを、この私の中の、自分の中のもう超残念、超残念って思って、落ち込むだけ落ち込んだ後、まあ、それからね、2日後ぐらいだったかに、よし、これはもう、経験積むしかないっていうことで、勢いで決めてきた、私自身初めてのソロボーカルライブの、Facebook に載っけた、Facebook と Twitter に載っけた、案内の画像です。はい。この時も、私以外の先輩たちが、まあ、何人か出演してたんですけども、まあ、やっぱね、誰にも初めてがあるわけで、まあ、その、クオリティの質は全然違うんですけども、まあ、やろうっていう、勢い、気持ちだけは負けないようにしたいと思って、まあ、諦めもせず、そう、少しずつでも前に進もうっていう気持ちから、このライブをすることになりました。というよりも、このね、会場の、蔵王道場っていうのは、まあ、長岡で一番古い区からあるお城の跡で、そこにはね、1300年の歴史があるお寺もあるんですよ。まあ、長岡の元々の中心地で。そう。そこをきれいにね、掃除してくれてる団体があって、そこの団体の、代表の方から、やりたいことがあるんだったらやってもいいよっていう感じだったんですよね。で、そこはね、使用料とか取るわけではなく、あくまでも、掃除と草刈りだけしてるんで、まあ、あとは自分たちのアイデアで、やれることをやって自由に使ってください、みたいな。うん、まあ、そういう環境なのよ。まあ、それでね、その、代表の方も、もともと、グループサウンズの頃に、新潟県で一世を風靡した、ベーシストらしく、まあ、音楽にも明るい方で、まあ、下手なんだけどね、でも歌いたいんですよ、なんて話をしたら、やれやれみたいな感じで、トントントンって決まった感じです。まあ、それなので、経験積んで上手くなるか、どうかわかりませんが、まあ、とりあえず、目立つっていうことを、とりあえず目立っていこうかなと。思ってます。まあ、そんなわけで、もう今日はね、反省をするの、反省なんかできないほど、まあ、残念な結果の、感じをそのままお知らせしましたが、まあ、許して。そう、誰だってね、チャレンジしないことにはね、前に進まないし、それこそ、私、こんなダメダメだった私でも、次回もまた使ってもらえるって言うんだったら、もう喜んでやらせていただきたいと思います。そんなわけで、まこねでした。バイバイ。またね。